後ろは全部なくなってるよ。マジ？おはようございます。今ね、ボリビアの首都ラパスにいるんだけど、ちょうどね、今ホステルの周りにめちゃめちゃ美容院がおって、でちょうどね、今髪の毛がボサボサしてるから切ってやろうと思います。とりあえずちょっと歩いてどの美容院にするか決めます。だからマジでね、ほんとこの通りに20個以上の美容院がめっちゃ並んでて選び放題です。早速ここ切っていきたいと思います。見てください、この美容院の数、全部看板出てるの全部美容院です。ちょっとこの中から1個ピックアップして、もうどれがいいかとかよくわかんないから適当にランダムピックアップします。はい、ちょっと今ね、1つ見つけました。ここ男の人も女の人も多分切れるところで、ちょっと中にね、人が待ってるから多分人気店いいのかな。ハポン、ハポン、オッケー、ノースパニッシュ、オッケー、あ、オッケーだそうです。ジャパンが受け入れられました。行きましょう。ほらほら、フロムハポン、ジャパン、ジャパニーズムービースター。切っていきます。すべてお任せなのか、あ、選ぶ感じ。じゃあどれがいいと思います？あの、レコメンデーション。このお兄さんがちょっと選んでくれます。どれがいいか。あ、OK。選んでくれました。OK。とりあえずもう5に言えば5に従えだから。早速いきます。ちょっとどうなるかめっちゃ怖いけど、でも多分このおじさんはベテランだから大丈夫。なんか俺に任せろみたいな顔してたから、多分10分ぐらいで切り終わると思うから。ちょうど今ね、バリカンの刃を変えて、なんかもっと多分がっつり短くしていくと思います。めっちゃ真剣このおじさん。後ろは全部なくなってるよ。マジ？ハサミを使い始めた。めっちゃスピード。あの、日本の1000円カットみたいな感じじゃない？すごいね、早い。顔切れてない？まだベタベタですよね。切りました、さっぱりしました。ありがとう、さようなら。結局ね、30分ぐらいかな、30分から40分ぐらいバリカンとハサミとスキバサミと切ってもらって、で50ボリビアだから日本円で1000円いかないぐらい、800円ぐらいかな。地元民だったらもうちょっと安いかもしれない。グラシアス。スペイン語が何言ってるか分かんない。マイカ、ありがとう。おじさんありがとうございました。ということで、ありがとうございました。グラシアスエビバン、バイバイ。My wife work, work in the hospital. He's a nurse. She helps you, okay? ということで、今ウユニ塩湖にいるんですけど、レナが食中毒になって今から病院に行きます。